どうもこんにちは、まさんです。今回からね、ちょっとまあ、パート、出てるパートとしてはもう結構出てしまってると思うんですけど、マイストロのやつは。今回から一応ヒカルゲームに移行して、僕ら初めて撮る動画になるんで、それだけ紹介というか、まあ紹介というかでも出てもとうからな。普通に紹介とかでもないんですけど、まあヒカルゲームに移行してやっていくことになったんでね、まあ僕ら結構全員初心者ですけど、まあ楽しんでやるんでね、そこを、わー来た!ゾンビ来た。いた。そこを見てもらえたらなと思います。で、まあ。オッケー、レベルアップ。ちょっと今こんな状態なんで家が。家を作りながら、まあ畑も作っていくという感じで、雨がね、いきなり降っているっていう、クソみたいな状態なんですけど。雨ってなんすか、これどうなるんすか、雨降ったら。いや、雨降ったらどうなるんやろ。うん。なんかあれ、いいことが起こる。嘘。うん、多分。ちょっと俺もわかんないんですけど、雨降ったらどうなるとかは。うん、うん。とりあえず、食料がないんで。うん。畑っすか。うん。で、あと死ににくくしたい。僕らも、あと目標なんですけど、エンダードラゴンを今のところは倒すとこです。倒すことが、目標なんで、うん。もう行きましょうよ、ほんまに。いや、だからまだ無理ないで、ダイヤモンドとかいるんやって。無理無理無理。いや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 。あ、雷ごっつい。やばいじゃない。絶対ダイヤモンド装備作りませんからね。うん、なんでなん?え、ダイヤモンド装備というか、あれ、ピッケルいるやろ、あれ、確か。あ、ピッケルか。ピッケル。かまどが、俺、鉄、あれ、鉄信じてるんで。あ、かまどここや。鉄信じてるんで、拙者は鉄を拙者あ、棒じゃなくて石炭でこれ石炭で焼いた方がいいと言ったもんな、うん、石炭ないやん、なんか書いてありましたね、うん、マイスゲームズの数少ないコメントの中に、うん、でもまあマイスゲームズはもうあれやから活動を休止して、うん、あれやからな、もうヒカルゲームズに全てが移行されるということなんで、うん、まあコメントどんどんくださいね、多分前よりコメント増えると思うんだって、うん、まあね、見る人も、まあ見る人が多分、うん、もうその倍以上触りますもんね、うん、まあ倍以上変わるはず、うん、超増えると思う、10倍ぐらい触りますからね、うん、まあ10倍以上の差を感じるわな、マイスゲームズのあれがもうちょっともうね、石炭がなくなったんかな、もうタイマー作りすぎて、あちょっともう雷がえぐい、あ本当は怖いね、当たりそうだ、あ一応ここら辺全部タイマーつけたな、うん、この外のタイマーがおかしい、よし、ちょっとなんか空中に紫の玉が浮いてる、え消えた、え、なんそれ、え、そんなんあったん、ね、紫の卵、いや、玉、あ、玉、宝玉、宝玉、宝玉かっこよすぎど、でとりあえず家なんですけど、パズドラはもうええやろ、パズドラかパズドラな、ちょっととりあえずせっかくね、その、うん、俺がベジットパーティー作れ言うたのに、まあ、ベジットパーティー作ることなく終わったな、残念ながら。残念。でもしかしたらまた再会ということはあり得るかもしれへんしな。まあそれはちょっとまあ、わからないんでね、僕らも。ああ、柵でも焼けるんや、一応。肉が。うん、石炭ない。とりあえず一番、当面の目標としてはやっぱり畑とこの家をある程度作って。いった。クリーパーが。で、牧場を作ると。牧場を。うん。まあとりあえず今回、俺は畑を作るわ、もうほんまに。畑を。うん。だからあとまあ龍崎とハルポンは、うん、基本的にはもうその家作りと、うん、家作り、まあ、牧場っていうのも大事だからな、あーえ石炭とかは集めに行かんでよか、あーそれはでもみんなで行ったらいいんじゃん、あれであダンジョンとか、うん、探索は、あそうかそうか、じゃあここら辺やばいね、馬がいっぱいいますね、ここら辺、うん、馬めっちゃいいじゃん、馬かロバか分かんないですけど、うん、これあーでも馬結局使われへんからなまだやば、あのラオウの馬みたいなのいますよ、これ。うそ、ん、黒の。かっこいい、それ。ラオウの馬、何やったっけな、名前。ラオウってラーメン、うん、え、いや、違う。北斗の剣の。北斗の剣か、あー、そっちか。ラーメン。ラーメンに馬っておかしいやな。やばいな、もう。やば、雷がほんまになっとうな。うん、雷これ落ちるんすか、いや、落ちんのじゃない、さすがに。どうだろう。え、なんかめっちゃぐるぐるいいよな。うわ。とりあえず食料がね、やっぱりないと、話にならないんで、うん、うん。そこを俺は、やっていくわ。そうだね。俺何しようかな。とりあえず牧場とかも欲しいんやった、俺。欲しかね。牧場ね。牧場。どうやってあれですか作るんですか、牧場。とりあえず板がいるわな、また。やっぱり木がいるんやで、結局。ああ。そうなんだよね。また木かよ。うん。木が。とりあえず小麦100個以上は欲しいよな、でも。欲しかね。これ全然食料が足りてへんから、うん、まあ、ほんじゃ、うん、とりあえず牧場と畑を作ると、うん、で俺が今畑作るよから、うん、
なんかあれですね、そのもう一つのコラボの方に似てますけどね、やってることが。何が？そのヒカルさんのコラボの方にだいぶ似てますけど、やってる影響？ああ。やっぱ賢いというか、でも一列ってほんまに効率が悪いやん。いやな、前さん、俺、真似される、真似される弟になりたいな、俺は。リーズって兄弟おるん？兄弟いますね。前さん、何だっけ、前さんが兄っすよね。そうやで、ま、真似する兄はちょっとダメっすよ。リーズだけってあれなん、兄弟、何人兄弟なの？俺ですか？うん。68人ですね。もう意味が分からへんよ。どっから出てきたの？ 68 人あ、LINE 来た。やばいだもん。8番目の弟から LINE 来ました。8番誰やねん、お前。やばいって。もう兄弟はおるんじゃん、みんなやっぱり。一人っ子はほんま結構厳しいというか、しんどいと、しんどいというか、遊ばいておらへんからな、やっぱり。寂しかどね、やっぱり。でも可愛がってもらえるんじゃないですか、一人っ子やったら。ああ、かもしれんけど。尽くされるというか。そうそうそう。それがええんかどうかは分からんけどね、俺は。甘やかされるんじゃん。甘やかされたりとかね。名人って一人っ子じゃないんですか。いや、兄弟おるの、名人確か。あ、おるんすか。兄貴がおるはずです。兄貴。兄ちゃんがおるやろ。名人の兄貴。なんかやばそうですね。知らん、俺もよう聞いたことないけど。でも小麦がなくなったっていうな。あるんかな、こっち。種が。多分、いや、あ、種か。あ、あるわ。小麦の種。64個。木が中ね。やばい、スケルトン。リュウザキだから木を取っていってほしいんやって。ちょっとリュウちゃん、木狩りに。またっすか。木はほんま足りひんからな。うん、リュウちゃんしかできないというか。俺今スケルトン2体相手にしてるんですよ。嘘。また敷かれるね、スケルトンに。でも竜崎今一番強い防具というか装備を持っとうから、一回もう夜やから寝ようぜ。でもエンダーマン、ね、これ寝 な, なエンダーマン、おやすみ。寝なあかんて、レベル上げしに行こうかな。今からレベル上げ、夜から。でしょ、木とか集める嫌なんで、レベル上げしようかな。レベル上げするん？レベル上げ今21ですね、レベル。たっか、レベル 21? やばいぞ。とにかく、あれ前さん寝ないですか？寝ようか。ちょっと、あ、みんな、うわ、おやすみ。早いってみんな寝るん。早く寝よう。寝てとりあえず、うん、全員下にも寝るようになったんや、やっぱり。仲いいね。今日雨なんでね。今日雨なんで。それか。さすがに外では。リーズめっちゃ夢刺さってもとやん。めっちゃかっこいいじゃん。ほら、お前は。やばい。やば。やば。耳とか、あれみたいな。何だっけあれ、弁慶みたい。弁慶。弁慶、かっこよすぎ。牛若丸と。牛若丸。牛若丸と弁慶やろ。小麦。弁慶。懐かしかね。漫画の話ですか、それ。そう、弁慶何のことなんそれ。なあるじゃないですか、なんか、そのどっかで武器狩りするみたいな。ああ、そういうこと。あ、それが弁慶っていうのか。牛若丸と弁慶やんだから。そこまで詳しくなかったっすね。そこ知っとけよ。なんか漫画でなんか見たことある。いや、めっちゃの乾くわ。とりあえず小麦、小麦の種が俺は今小麦29個ある。3列でかける多分10ぐらいあるから1段というかこの3つで多分30個ぐらい取れるから。前さん、これあげますわ。オッケーオッケー。まとめて出してよ。いや、ちょ、連打の練習で。連打の練習いらんやろ、その練習。何の練習？俺、ハサミもありますけど、前さん。バケツ、あ、バケツあるわ。ハサミ？いや、ハサミは、その、なんか、木の、なんていうかな、草みたいなのを枯れるっていうの。あ、羊以外にもできると？あ、そうですね。羊も、羊もウール取れるし、まあ結構役立つから、ハサミ。鉄2個。で、とりあえず。バケツありますけど。あ、バケツ俺持っとうわ。お、いらん。バケツ。何や。鉄バケ。鉄バケツ。クリーパーおるな。あ、なくなってもいい。これ、あれかな、やっぱうちが木借りに行った方が良かったかな。全員、そうなの。そういうこと、そういうこと。とりあえず家を作りながら、まあ、うん、各自で作っていくって感じやろね、今一旦。俺も畑を作りようから。ちょっと行ってこよう。で、ある程度もうこれが揃ったらもう、あれ、探検とかも行けるけど、うん、今まで行かれへんからな、探検。行けんね。行きたくてもやっぱり。で、なんか無限水源のやり方はもう俺を知っとうから、ちなみに。
おう。コメント、コメントはもうね。すげえ。うん、見た。ハサミで毛刈れた。刈れたやろ。お、お。なるほど。そうそうそう。楽しいな。お、はまっちゃった？はまりましたね、ちょっと。毛刈り。え、それなんか羊が死なんでいい毛が増えるってことなのかな？あ、そうそうそう。いちいち羊を殺さんでも。あ、いいね、それ。しかもなんか3つぐらい落ちた気がしましたしね。うん、おお、知らんかった。鉄発見。やっぱね、平和に来たかもんね。平和が一番やって。うん、平和がね、やっぱり。うん、よし。いや、そんだからその、近頃に、あれ、日本はダメなんですよ。え？日本はだからダメなんですよ。なんでなん？なんで？平和、平和とか保在てるじゃないですか。うん。うん、それでダメなんですよ。何、じゃあ何やったらいいの、ゆるいざき的には。うん、いやだからやっぱりたくましくみたいな。たくましく、たくましく欲しがりません、勝つまではっていうやつですね。何が言いたいの。懐かしい。懐かしい。懐かしい。誰のことばっけ。わからんわからん、なんかまたかポスターで見たことあるっていうか。そう、なんか戦争の時の、あ、なんかあったな、うん、あ、社会の授業で。あかんな、これ批判くる、うん、まあ、いずれええんちゃん。リュウザキどうせ前から批判は来るやろうしな。うん、もう殺到しとると思うけど。策をそれっぽくしたいか、俺は家っぽく、うん、畑っぽくしたいから。うん、うん、うん、畑っぽく。え、木どこっけな、こっちっけな。ここに。パンクを。策を置いていって。パンってこれ料理できないですか。え、パン料理。パンはパンしかない、うん、確か。あ、ないんですか。何が作れるんだろうね。なんか砂糖とかでケーキ、なんていうかな、ケーキとか作れたっけ。ケーキを作り方知んない、わ、うん、かんないですね、僕。じゃ、わからんね。でも多分、うん、なんかレシピみたいに載っとうか、それで作れるんじゃない。あー、なるほど。よし、これで、それっぽくなってきた。うん、羊発見。お、てか、これ土にした方がよかったね、全部ここら辺は。刈らせてもらおうか。うん、とりあえず、うん。あ、ある程度の形さえ俺は完成したらもうええと思っとうからな。おう、ある程度の、うん、妥協は必要っすね。妥協は必要ってさ、最初なんやから俺ら。うーん、もうクオリティ高くいこうと思ったら結構や、うん、めっちゃかかると思うから、時間っていうか俺20分測るの忘れとったわ、ね、12分やった。さあ、もうそろそろそれいいっすよ、そのボケ、うんうん、いつも。いや、ボケてない、ボケてないやって、ほんまに、うん、もう日常化してきとるよ、それも。とりあえずあと8分ぐらいか。あ、早かね。で、大体ね、パート1パートがやっぱ20分ぐらいにしたいというか。うーん、あと、あとまあ視聴者の方に言うと、まあ編集はね、パートまあ、しないですね、基本的に。あと無編集で、無編集で、まあ編集っていうのはちょっと、まあでも3日に1本とかだけど、まあ、そうそう、うん、うん、しないというよりできないんでしょ、お前さん。まあそれもあるし、やっぱその無編集ならではの面白さをやっぱりあれやわ、うん、俺は突き詰めていきたいから。あ、ある程度だからテンポよく俺も行きたいし、うん、うん、まあテンポは分かんないですけどね、初心者3人なんで、うん、あ、無限すぎて、できた、オッケー。お、結構広がったな、いて畑。マジか、ええ感じかも。お、楽しみ楽しみ。これで畑ができてまったら、あと家作って、うん、うん、で、まあ牧場完成させて、うん、で、ダイヤモンドをとりあえず取りに行くと。うん、なるほど。コンデネンシ財宝やったっけ。財宝というか、今乗れるやつであったりとかを手に入れるっていうことやな。コンデネン、あったね、難しかやつ。最近ちょっと社会にハマってるんで、うん、なんでなん。え、あ、クワ消えた。なんで、何目覚めた。俺社会、ね、考古学者なのかな、うん、思って。そう、恐竜だけに、恐竜だけに、そう、恐竜の化石を発掘したいみたいな。化石恐竜だ、なるほど、化石恐竜だ、なるやん。頑張ってくれ。うん、でもりえちゃん掘る側じゃない、掘られる側じゃない、言ったら。いや、掘るんすよ。いや、ほんま掘られる側やん、お前も。で、恐竜ってやっぱりその現代に、恐竜って実は現代生きてるんですよ、まだ。いや、おらへんでも恐竜。いや、おるんすよ。鳥って実はね、恐竜らしいんですよ、あれ。鳥？うそ。鳥、鳥類やろ、あれ。いや、だからなんか、その、あ、退化したみたいな、グループ的に恐竜にその一緒らしいんですよ、鳥は。あ、そうなん。あ、そうなんだ。そいつが肉食になったら恐竜になるみたいな。そのプテラノドンとか恐竜、そう、なんか恐竜じゃないらしいですね。え、ちゃうん、あれ。あれ、何、まあ、正確に言えば恐竜じゃないみたいな、うん、おっていうのを、うん、まあテレビで見たんすけどね。テレビで見たんかい。まあそんな、お前がそんな調べるわけないやろな、思ったわ、そんなことをいちいち。うん、確かに。 NMB48 のまなぶくんっていう番組なんですよ。見たことあるわ、それ。俺。あるんすか、かまいたちの司会やろ。そう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 、かまいたち、
俺 NMB とかあの子ぐらいしか知らんもん、うん、2人ぐらいしか知らんわ。誰だね、どあれですよ、さやねミルキー一緒だ、うん、あそう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 、バレバレっすわ、ね、もう基本芸やばいね、基本戦線その2人知らん、バレバレ知らんやつとかほぼいないっしょ、うん、マジか。龍関誰がええん、その NMB に入ったら。最近はミルキーじゃないですか、うん、ミルキー最近なん、ね、あの子誰やスキャンダル起こした子やろ。なめっちゃ詳しくないですかそれ。いや俺結構だからその、スキャンダルっていうかなんかその、うんうん、ゴシップ系は俺知っとうかな結構。そうもう気象室ね、そういうとこが。いやあれやもん俺1日絶対に、うん、あのチェックするのは Yahoo のトップニュースと、うん、あのライブドアのニュース、うん、見とるんだ。絶対チェックするな。しょうもないことばっかり。ほんとだ、他のことしょうもなくないって。全然しょうもなくないやん、うん、大事なことやろ、1日のどういうことが起こっとんかっていうの、うん、ああ一日の流れとか、そうそう、なんかあったんかなみたいな、うん、ネタに使えるかなみたいな。最近やっぱ一番驚いたのは、うん、やっぱガクトの髪型を描いたこと、うん、しとガクト知らんのかなみんな。ちょ興味ない系知らんかった。あいつ整形しほとんどガクトって顔。いや知らんけど、でも整形でも正面あんだけかっこよかったら俺はもうすごいと思うで。そういえば前ねそのテレビ見てた、ね、テレビ見てたんですよ、うんうん、結構できた。でそのまあ、歌番組やったんですけど、うん、カトゥーンが出てたんですよ。ああその中に前さんいたんですけど何してたんですかあれ。ええ カトゥーン、カトゥーンのそのえメンバーどこ、メンバーに前さんいたんですよ。嘘、その代わりなんか一、うん、人いなかったんですけどあれ何してたんですか前さん。えあれなのそのとか亀梨くんかな、もしかして俺に似とった人って。ああえあれって前さんじゃないんですか。ええうわもうそんなレベルで俺の見てくれとったんや。そうそうそう。じゃあなんかあの前亀梨くん目指してその髪型したんでしょ確か。いや違うからそれ亀梨くん目指してるじゃない、亀梨くんみたいな髪型かっこええなみたいな俺言っとったけど、亀梨くんみたいなしてくださいとは言ってへんな。美容室で言っちゃったもん。いやでも俺あれ美容室まだ変えようと思ったんやて、うん、またっすか、うん、どうせ変えないって言ってたじゃない。いや前はその、うん、俺って結構長い髪の毛長い方が似合うみたいに言われとって前から。あ、それわかる。で、うん、その時は結構短めの時に切ってもらったんやけど、うん、やっぱりあかんかって、やっぱ俺の中ではなんか違うなっていうのがあるから、もう変えようかなと思って。いきりすぎたみたいな。やっぱりその短いの似合わんないな。俺って海外ドラマとか結構その、うん、憧れとったから、その当時に。あ、う、あ、ん。かっこいいね、海外ドラマってやっぱ単発で。ああ、似合うもんね。かっこいいねって確実に、うん。だからそれみたいなのがええなみたいなのとって、うん、単発に憧れとって。うん単発やったけどみたいな全然うまくいかへんかったみたいな感じあれ鏡見てもう絶望しました、うん、絶望というかやっぱりそのなんならなデコの形とかがやっぱいるんやなっていう。猫ひろし、デコひろしちゃうかな、ほんま猫ひろしにゃーって。デコはでもほんまにデコか、デコな、デコ、おデコの形よ。あそこはほんまになやっぱいるんやなっていうのを感じたな。デコ、そのデコになんかあの6個点作ったらかっこいいらしいですよ、うん、なんでやねん、クリリンちゃんそれってクリリン寝ようか、結構俺できたんやけどほんまに、うん、完成するかもしれん、もうすぐ。オブジェ邪魔やな。いや邪魔やろ、もっとまともなオブジェ何しとんねんほんま、ね、タイあでもこれタイマーつけた方がおしゃれに見えるやん。あ、ほんとだ、あ、だなんかかけとる、こっちがタイマーつやばくない、ちょっと待ってタイマーつを気持ち悪い、うん、気持ち悪いんだけど全面に松明を、うん、あ、これ横に置けへんな。あ、松明した方がそれっぽく見えるやん、ぽい、暑そうだね雑やな、でここだけないねんって話やろ、なんかここの本当だ一部かけてもとやろ、うん、てかもう19分やんか、うわやばいってこれ。ちょっと寝ましょうか、とりあえず寝て、うん、とりあえず畑の、うん、家はちょっと進行してた、さっきので、うん、でも気があんまりなかって、ああんま進んどらん、ちょ気が、確かにな、前さん、え、それはそうと、あれっすね、やっぱり何、昨日、俺、その、すき家行ったんすよ。あ、行ったん、行ったんすよ。いいな。で、行って、ネギ玉牛丼頼んだんすよ。うんうん、なぜか前さんを思い出してしまうっていう、その、もうなんか気色悪いんですよ前さんもそうなってるんじゃないですか、まあ、何がネギ玉頼んだら俺思い出すんじゃないですか。いや、思い出さへんなそんな俺、ネギ玉食っとう時に豚何しとんのお前、畑荒らすな俺の、うわほんま舐めとわこいつ、トリュフかわいいのに。だからその豚をあでもここに松明が置いたら豚入ってくるもんな、
無理、入るわこれ。あ、柵場作ったらよかったじゃない。いや、柵作ってても松明を、あ、作っとるね。あ、松明を周りに置いたらええんかな、もうこれガーって光らしておこうかな、松明で。うん、あ、卵だ、投げよう。よいしょ、おらおらおら、いけ。もう卵なんか、 あれですね、確率らしいですね、うん、それ。あ、確率な、ね、見た8割だっけ。ちゃんと俺はコメント読んでるんですよ。嘘、あまさん、どうせ読んでないでしょ。読んどって俺もきっちりマジか。やっぱ俺がデジモン、うん、俺がデジモンのロードナイト門戦になんてコメントしたか覚えてますか。何やった、美しいやつよ、 なんか長そうみたいな感じ書いとったやろ。ちゃんと、うん、ちゃんと読んでるじゃないですか。すごっ、うん、見直した。だから基本的に俺読んどうからみんなコメントしろって話やね、うん、ほんまに。あそんなよう分からへんコメント読んでたんすか。いや、やっぱコメントってな、やっぱしてくれたら、やっぱ俺らもな、覚えやすいしな、その人のことを。うん、あ、こんなコメントしたんや、みたいな。うん、あ、ここ置いても意味ないわ。ここは大麻置いても意味ない。とりあえず、柵や。龍崎、柵とかは作られへんの。畑がいい感じ。木がないんすね。いや、畑やばいやろ、なんかもう。やばかね。やっと畑らしくなってきたって感じかな。なんか俺、この20分ずっとジャンプしてた気がする。うん、あ、ここ一歩下げた方がいいんかな。あ、なんで柵作れるかな。あったあった。なんで柵作るんですか。あ、作れるね。あ、ここじゃないわ、ここじゃなかった、ここ見せたな、ここ、うん、柵とかいるんですか、これ。正直いるって、いらん、いる、だってその動物とかが入ってまうやん、うん、だね、荒らされるけんね。そうそうそう、平和の国が。ちょっと斧作らな、うん、よし。いや、でも結構俺さっき進めた感じしたけどな、うん、うん、今日で畑はね終わるんじゃないかな、このワンパートで。ただもう20分が来てしまってるっていう現実よ。あ、現実は辛かね。レベルアップ。現実は辛いわ。うん、辛かね、こんな子って。オッケーオッケー。この1個、あれ、うん、なんで、あ、柵、どっあれか、あの、開けるやついるのか、ゲートとか。そうそう、で、うん、多分この1個やったら歩きにくいから、ここ1マス開けた方がええんやな、多分。あ、いいね、それ。ドバになるかな。うん。1マス開けて、やった方が、うん。動きやすいから。うん。だから、こういう感じやな、柵。オッケー。で、こっちか、1マス開けるってことは。うん、こんな感じか。あ、これ何マス開いてんの、これ2マスぐらい開いてんのとんか。うん、まあ絵はこれで、うん、で松明をここに置く感じか、うん、おう。あ、でもちょ、初めてその マス開けて作するっていいね、なんか。ええんかな、これほんまに。あれですね、様になってきましたね、これ。やばい、ね、ちょっとね、びっくりした。いや、だから結局、うん、そうなんて、うん、俺やればできるタイプなんて、俺って、うん、やれば、 やればね、うん、やらないだけ、うん、やらへんだけやって。マサンですか、YDK ですか。なん YDK でなんなん、やればできる。そ、やればできる子、うん、おー、やればできる男やな、 YDO や、やればできる男やな、俺は。子、子供。YDK 知らないんですか、みんな。知らんってなんなんそれ。え、知らん。名工義塾っていうその塾の CM じゃないですか。そんなあったっけ。やればできる子 YDK みたいな感じでめっちゃ最近流れた、言ってて。最近、いや結構前からっすよ。嘘、そう、でももう1年前ぐらい。マジで1年前ぐらいに多分その CM スタートしたんですね。畑のこの、うん、ここら辺目障りやな。マス開けたらやっぱ豚とかこれ入ってくるのかな、1マスって。いや入ってこないのじゃん、だってさっき出てごらん、でかいか、うん、マシさん、時間大丈夫なんですか。時間終わろうか、23分です、うん、やばいっす。マイクラってほんまに時間が経つのがめっちゃ早いから、うん、他のゲームに比べてもほんまに早いんやって、うん、あ、これあかんやん、これせっかくやったのに、ミスったミスった。前さん、気が利きますね、ここ。え、畑の間にこれプール作ってるじゃないですか、うん、いや、プールちゃうやん、それ。温水プールいいね。温水、うん、なんで温水が出てきたんやろな。わからん。すごい発想やわ。すごいね。とりあえず小麦を植えときたいけど、うんうん、あ、種だけ植えてもて終わるわ。うん、あ、じゃあうちも植える。これ次からだから多分食料に困ることはなくなるんで、テンポはどんどん上がっていくかなっていうのは、うん、ありますよ、これ。テンポ上げていこう。これレベル上げて意味あんのかな、うん、あ、なんかエンチャントするときに意味あるらしいんて、うん、魔法とか覚えないですか、これ。いや、魔法とかポーションみたいなの作れるやん、これ確か、うん、ポーション。で、それを作るときにいるらしいんて、そのレベルというか。ライデインとか覚えないですか。あ、書いてあった。ライデインは覚えへん。超かっこいいの、それ。でもなんかその、ドラケンモッドってあるらしいから、うん、あーらしいですね。PC、じゃあ俺そういうのとか正直、まだ、後々やりたいなっていうのはあるっけな。それでも PC バージョンでできひんらしいんやって、モッドって、うん。そうなんだよね。しかもめっちゃ重くなるって聞いた。あ、そうなん。
そのモッドとかはね、なんかマイクラって結構奥が深いんで、そういうのとかもまあ、ある程度ねしてから、もっとやっぱりここでとりあえずエンダードラゴンを倒せるくらいに、やっぱね、行きたかね、うん、絶対に行かなかん、エンダードラゴンを倒すために今なんでパンを作ろうとしてるんですか、だから食料やったからこれは上を防ぐためにいるやん、まずそれはそうだ、まあ、もう死んでまうやから俺らというか、うん、ああそうそうそう、ね、じゃあ、ちょっとこれも OK、 よしよし、じゃあこれで見てください、これほら、じゃあ畑で今回は、ね、まあちょっと柵がねまだできてないんですけど、うん、これで多分 30×5 いて、うん、30×5 ができて、大丈夫、何やめろやめろマジ、おい、やばいルールが広がっと、やばいやばい、 30×5 で150個小麦が取れるようになったんで、でまあこれもっと広げようと思えばね広げれるんで、うん、うん、まあ畑はほぼほぼ完成っていうことで、やったー、あとまあ家と牧場ですね、この近くに牧場作って、うん、でどんどん見栄え的に良くして、探索とかに行ってダイヤモンド狙いに行きたいなと思います。まあこれはもう素人なんでね、僕ら3人は、そのある程度ちょっとグだったりもするんですけど、それはもう俺素人じゃないっすけどね、もう素人の中の素人やんけ、もう、ど素人でしょ、もう龍崎、いや終わりましょうか、ほんじゃ、うん、なんかそういうところでまとめようとするのやめてくれよ、ほんまに龍ちゃんやるねでここの屋上で、あ、ここも一応まあ今作り2階建ての家なんですけど、うん、まあこれ作ってるんで、好きさ、好きさらしい、うん、でね、やっぱりアドバイスとかコメントとかもらえると僕らも嬉しいんで、で高評価も押してくださいね、やっぱり楽しかったら、それだけです僕から、うん、じゃあここで終わりましょうか、はい終わりましょうか、まあ次回からのパートはまあなんか最初にやっていったりとかは、龍崎とかもハルポンがしてくれるみたいなんで、僕もまあたまにすると思うんですけどね、そこも期待して、まあ見てもらえたらなと思います。というわけで今回の、僕らのパートは終わりたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。